魔王銀髪の圧もう木下さん魔王の娘なんじゃないか実はその展開熱いな。そしてそれより問題は上半身、特に胸元。もう完全さ出ちゃってんのよ乳輪が。もう乳首が見えないから大丈夫とかじゃないんだよね。細いベルトが裏をかたどってるようにも見えるが縁しかない。あ、これベルトなのベルト胸に縛る人初めて見た。 SM プレイの延長線上みたいな気持ちばかりの記事で、乳首を隠そうとしてるが完全には隠しきれていない。なんか露出鏡みたいだ。あのベルトもブラというより亀甲縛りみたいに見えてきた本当だ亀甲縛り見たことないけど多分こんな感じなんだろうな。なんだ一体何が。よくわからんが妹が変態になった。あれ、ここうち。そっか、タクシーで戻って、それから記憶が。やっぱ中身はアマネなんだな。でも見た目はビズ。何それ、メーター転校なみたいな元に戻ったのかアマネ。ねえ鬼、私いけー。なんじゃいこの格好ありがたい、胸元隠してくれるのありがたい。アマネずっとそうやって恥ずかしがっててくれ。その格好に慣れ始めて外歩き出したら問題だから、そしたら捕まるからね。あげー、おっぱい丸出し、ニューリーもはみ出て、また髪も浅すぎっていうか、ほぼ見えてないこれ。もう見えてんのよ、見えてるからレナイコン登場したのよ。なんとかしてくれそれ。鬼、朦朧としてる妹に何つうもんを着せてるの。それどうやって着てんの逆にめっちゃ気になるんだけど、お兄ちゃんが亀甲縛りになってできるわけねえだろ。いくら AV で立たないからって妹にこんな服を着せて興奮しようとするなんて。ややこしいなそれ、話つながんのか。うわもう ED 化してんのが恨み出とる。あ、露出エッグ、エッグい露出をなんでわざわざ見せてくるんだお前は。ずっと永遠に胸の前で腕を組んどけ。なーにが妹じゃ興奮しないった。お兄ちゃんのへんたい。なんで嬉しそうなの君は浅はかだなこいつ未だにお兄ちゃんが着せたと思ってんな。どうやって着せんだよそれ本当にお前ふざけんな、こっちは心配して。でだった、妹で勃起した。立つかバカ、そもそも俺は何もしてねえ。よくわかんないけどお前が勝手にその服を着てたんだよ。お嬢際が悪いな。今のお兄が何を言っても説得力が皆無というか。くっそ、この現象ぶん殴りてえわ。誰をぶん殴ればいいのかわかんないけど、とりあえずこの状況をぶん殴りたい。あ、どういう意味だ。気合い入れすぎって話。だからお前、何の話だよ。アマネは通学カバンを漁り、スマホを取り出す。そしてカメラを向けて、俺を撮影した。まあ、似合ってるというか。意外と様になってる気がしないでもないけど。なんだこれ、え、何があんの早く見せて。え、セフィロフスかよめっちゃかっこいいしさ、なんでオットワイなの、超かっけえんだけど。これが魔王か、魔王銀髪の圧もう木下さん魔王の娘なんじゃないか実はその展開熱いな。まず服が違っていた、制服じゃない。それに額から鋭い角が生えている、まるで鬼みたいだ。確かに魔王というよりかは鬼だな。もう天スラのベニマルがよぎるねこれは。何より目が黒い、本来白目である部分が真っ黒に染まっている。もう本来黒目である部分は真っ白と黄色だしね。なんなのこれ。ネットで見た、眼球にタトゥーを入れた人みたいだが、俺にタトゥーを入れる度胸なんてない。眼球にタトゥーなんていられるの、すげえな。見えるのかなちゃんと柄として。これが俺。そういうのいいからこの一瞬で兄弟揃ってコスプレ大会しようぜみたいなお兄ちゃんじゃないじゃん明らかに。お前何十年お兄ちゃんと一緒にいんだよそんなお兄ちゃん片鱗も見せたことねえだろ。いや本当に俺は知らないんだって。仮にだぞ、俺にそういう趣味があったとしても今のお前に着せるわけないだろ。割と本気でお前の心配してたのに。それにだな、本人に気づかれないうちに全部着替えさせるとか無理だろ。それはまあそうかも。マジでこんな姿なのか、変なアプリの機能じゃなくて。確かに。そうなるよね。ちょっと鏡見てこよう。鏡見て、もう、あ、加工じゃないんだ。僕はもう一生この姿なんだっていうので諦めをつけよう。普通のカメラで撮ったよ。え、あまね、そうだよね。なんか、性格的に加工とかしなそうだもんね。改めて写真を見ながら、俺は自分の顔をペタペタ触る。角がめっちゃ気になるんだけど、あれ根元どうなっとるん？そして指が、その角に触れ。あれ？この角、どうやってくっついてるんだやっぱそういう感じだよね。え、根元？やっぱ生えてるって感じなのかな？おでこに貼り付けてるんじゃないの？これがちゃんと生えてるんだとしたら、もういよいよコスプレ説はもうないに等しいからね。あまりに説得する上で一番重要な材料になるんだけど。違う、取れない。いや、そもそも貼り付いてるんじゃなく体の一部みたいな感じが。そういえば私の髪のエクステも、
エクステじゃなかった。そうだよね。エクステもこの一瞬でつけたっていう仮説になったとしたらおかしいもんな。エクステなんて美容師さんが5時間ぐらいかけてつけるもんだからな。ちょ、鬼、これ外れないんだけど、この髪エクステじゃないの？だからこの一瞬でエクステなんてつけられるわけねえだろ。しかも男のお兄ちゃんが。まさか接着剤とか使ってないよね。あ、それは害悪。一生恨むそんな兄。髪に接着剤とかつけるアホいんの？何度も言うが、俺は何もしてないんだって。どうなってるのか、俺が教えてほしいくらいだ。そうだね。そろそろ教科書キャラ出てくんないかな。マスコットキャラクター的なものでもいいんだ。ピッポー、ちょっとみんなにこの状況説明するねみたいな感じで、ちょっと可愛い、ファンシーな感じのマスコットキャラクター出てくんないかな。でも、だって、そんなの。互いにおかしな格好のまま、俺とアマネが顔を見合わせ。途方に暮れる。その時だ。頭上で白い羽が舞った。おっと、まさかの教科書キャラは天使ですか？綿雪のように真っ白の羽が部屋の中に広がる。何もない空間から突如、羽の主が現れた。うわ、来た、この紙一枚絵。今回はちょっと主人公の一枚絵をサムネに採用するから、これはサムネにできないな。お前、天使に対してお前、お前魔王になったからって、途端に戦士より存在上になったと思ってんじゃねえよ。透き通るような白い肌。人形のように整った顔立ち。宝石みたいな瞳。みずみずしい桜色の唇。これまたとても綺麗だ。やっちゃう？プリテンダー始まっちゃう？間違いない。見間違うわけない。居眠りした時、夢の中で見た。俺にキスをした天使だ。お兄、どうしよう。幻覚が見える。あ、これ全部幻覚説あるね。谷風兄弟揃ってシャブ中で、もう今ちょっと薬の副作用が出てるみたいな。だとしたらガテン行くよね。エクステついてるとか、変なコスプレしてるとかも。安心しろ。俺にも見える。お前もシャブ中だからな。本当に何なの？イリュージョン？それとも、ユーパイパーのドッキリ企画？どんな大型チャンネルがそんなの実現できんだよ。再生数500万は硬いな。俺たち相手にそんなことしたって意味ないだろ。だよね。ていうか、お兄はこの子を知ってるの？なんかさっきそんな反応しなかった？知り合いというわけじゃないんだが、夢で見た。この天使の姿を。天使って、いや、確かに天使にしか見えないけど。でも、二次創作系をあらかた食い尽くしたアマネは天使の大体のイメージでついてるから、真っ先に、お、天使じゃんってなんないのかね。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。